クオリティがね低すぎるんですよ。ちょっと何なんその服装、考えられない。もうええわ。はい、どうもこんにちは。今日はねターミ君の家に侵入したいと思います。合鍵を前もって作っておきました。勝手に侵入してドッキリ仕掛けていこうと思います。お邪魔しまーす。いやー、人ん家に勝手に入るの楽しい。よし、帰ってくる前にドッキリ仕掛けていきたいと思います。ですか。あははじゃなくて。何してんですか。ドッキリ。いや何してるんですか。ドッキリっす。それでドッキリ言ってるんですか。え、考えられ。クオリティがね低すぎるんですよ。ちょっと。ちょっと待って、もう変わってください。早くやるの？かって言う。覚えさせてやりますわ。ほんま大したことないな。部屋の電気つけな、心も暗くなるで。壊しちゃった。今日寝ようかな。とっとと寝ちまおう。ねえ、
ちょ待って、ちょ待ってって。嘘やなんでやねん。嘘でしょ。俺より目立ってどうすんねん。いやいや、だってなんか手本見せろ言うとってアホみたいやんか、こんなんか持って。何してんの。何してん。いや逆にや。ドッキリ知ってます。なんなんその服装。いやこれいつも通りの服装やんか。考えられない。もうええわ。こんなんでいい。絶対あかん。俺が見せてやりますよ結局。どっこいしょい。あ、マジ忙しかったからな。もう寝よう。そうですか。いや、見本見せる言うて、それ。いやいや、結構頑張ったのに。マジちょっと、いい加減にしてくれる？なぜ？ね。なぜ？ないわ。ないわ。怖い。ひどいわ。そんな変わらんでしょ、クオリティ。ちょっと高いけどね。ちょっと高いけど、うん、もうやめさせてください。まだやろうとしてることを実現はできてません。はい。やるならもっとクオリティ上げないと。なんかやられ損やし。え、聞いてます。あ、はい。ふざけて、すいません。ちょ、何時かかしたの。ちょっと信じられへんわ。もう変わってください。俺が見せてやりますよ。